ド&ヒロイン。おはようございます。お怪我ですか？ご病気ですか？はじめまして、シャーロット・ピースレイと申します。ここで怪我の治療が受けられると聞いたのですが。あ、アーサー・ヒューイットはご存知ですか？アーサー？もしかしてアーサーからの紹介ですか？はい、彼から腕のいい医師がいると聞きまして。ありがとうございます。すぐにお父さんを呼んできますね。よかったわね、大事なくって。包帯を巻きますから、こちらへどうぞ。よろしくお願いします。任されました。はい、座って腕を出してください。手慣れていますね。あ、私は刑事のシャーロットと申します。あなたは？ソフィーだよ。あ、じゃなくてソフィーです。よろしく、シャーロットさん。シャーロットで良いですよ。友人や親しい人にはそう呼ばれます。うん、じゃあ私のこともソフィーでいいよ。ええ、お若いのに手伝いとは偉いですね。それほどでも。シャーロットは警察官なの？危なくない？腕っぷしには自信がありますから。と言っても恥ずかしながらこれは休暇中の怪我でして。だから評判のいい先生を紹介してもらったんですよ。そうなんだ。お休みの時もお仕事してるの？ええ、自主的に市内の見回りを。先日は暴れていた酔っ払いを取り押さえたのですが、その時にちょっと。へえ、すごいね、かっこいい。ありがとうございます。ところでソフィーは休みの時は何をして過ごしているんです？私？新しい医学書とか小説を読んだり。医学書？あと編み物をしたり、お裁縫の練習をしたり。編み物？お裁縫？あとはお料理もするわ。お父さん放っておくとご飯抜いちゃうこともあるから。お料理？すごいですね。そうかな。そうですよ。お恥ずかしい話ですが、私は裁縫はあまりうまくはないというか、料理は特に得意ではないというか。ん？シャーロット？いえ、得意不得意というよりも買ってきた方が美味しいし綺麗というか、決して下手というわけではないと言いますか。ええ？そう、例えば私がお肉を黒焦げにしたとしますよ。これは私が悪いのではなくて、お肉が弱いのです。料理の時間が短くなるよう強火で焼いていたのに、あんなに黒焦げになるなんて。中は生焼けで軟弱です。軟弱なお肉が悪いんです。なのに死刑のみんなはこの話で大笑いして。シャーロット、落ち着いて。大丈夫よ。ソフィー。大丈夫。お料理は苦手でも練習すれば上手くなるわ。私もそうだったもの。同じじゃない？練習、努力。そうですね、ソフィーの言う通りです。苦手だとしても努力すればなんとかなりますよね。うん、頑張りましょう。よいしょ。はい、これで終わり。あとは綺麗な包帯をこまめに取り替えてね。はい、ありがとうございます。それで、もしよかったらだけど、私がお料理を教えてあげようか。ソフィーが？一緒に練習しましょう。その方がきっと上手くなるわ。ありが
がとうございます。ぜひお願いいたします。うん、お休みの日でいいからうちに遊びに来てくれる？もちろんですとも。材料も買ってきますよ。ソフィーがお料理の先生ですね。私が先生？ええ、いろいろ教えてくださいソフィー。うん、任されました。よし、頑張りますよ。みんなに美味しい料理を振る舞って見返してやるのです。そうね、あ、味見役にアーサーも呼ぼうよ。いいですね、上達したか審査を頼みましょう。そうだね。わ、なんだろう、急に寒気が。おかしいな。どうした相棒、風邪か？ウォルターのじいさんの診療所で見てもらえよう。ああ、そうだな。なんだ、おかしな野郎だぜ。この後、俺様たちは本当の地獄ってものを体感することになった。フロムヘル。戦いの日々の中、ひとときの休息を求め奮発して高級な喫茶店へと向かったシャーロット。だがそこはすでに黒服たちによって占拠され、お菓子というお菓子は食い尽くされていた。そしてビップ席には紅茶を片手に笑うマフィアの首領ローリーの姿が。次回、真面目警官キャプテンシャーロット、正義の旗のもとにを、お楽しみに。